はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。斉藤由貴改造計画やっていきましょう。難易度は74。ここね、最近いまいち聞いてないということで難易度が強いまで下がってしまいましたね。やっていきましょう。今回横浜戦です。はい、相手は番長、頑張りましょう。今回はね、本当にもう、内容よりも結果が全てです。中田戻ってきたね。あー、怖いよね横浜打線ね。頑張りましょう。まあもちろん1点もやりたくない、ヒット1本も打たれたくないっていうのが理想なんですけども、2失点までかな。許せても2失点までだな。8回2失点ぐらいが100点かな、俺の中では。まずはファイターズの、よし、やっていくぞ。海山さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね、どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきます。どうぞ。抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。ナイスボール、ボール球の予定だったけど、高め見せよう。大きく外しています。絶対抑えるよ。打ちました。これはどうか。ボールを拾って OK。 いやー、なんかちょこちょこサイド勇気がボール触るんだよね。まあいいことなのか悪いことなのか分かんないけど、ああいう場面で。ピッチングをすればいいでしょうか。まあそうですね、前回ね、それでボール見失っちゃったからね。俺がなるほど、そうですか。外れます。たつら、ナイスボール、フォーク。ワンボールツーストライク。引っ張った。うまい、いいね。中田って守備上手だよね。走り込みながら見事にキャッチ。素晴らしいプレーが飛び出しました。そうですね、なんかちょっとかっこいいな、グリエル。かっこいいな、能力高いし。今グリエルって何やってんだろう。アウトコース、空振りです。ボールになります。改めてお聞きします、バッターのグリエル、どういうバッターなんですか。ナイスボール。まあそうですね、もうどこに投げても打たれる気がする嫌なバッターですね。なるほど、そうですか。縦スラ、引っ張った、取った、一塁送球。よし、いいんじゃない。アウトです。ここから1点もやらない、頑張ります。今日は本当に結果求めてるから。2回表に入ります。ベイスターズの3割3分6厘17ホーマー63打点。さてファイターズの、いやー、今日が12試合、えぐいね。前回のすごいね。負けがついています。初球は際どい、絶対ランナーなんで溜めたくないよね、筒子の前で。低め、これは外れます。よく見ています。カップ引っ張った、中田。よし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 、いや、いいよいいよいいよ。バッターは5番、石川。石川5番か。まずは先頭バッターを打ち取っています。俺のイメージは1、3、7番ぐらいがなんか似合ってるかな、石川は。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー一塁です。まあヒットは打たれるもんさ。バッターボックス、バルティニス。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制、セーフ。初球は何で来るか。内から入りました。低めで外すかい、走るかな。さあ、キャッチャーどこに構えるか。ここは外します。
ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。まあ牽制の上手いピッチャーですから、いやー厄介だね。まあそんな走んねえと思うんだけどな。次が4球目打ちました。今のはね甘く入っちゃったね。ファイターズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。ついだれ。さあファイターズ、いやおっかねえな、ほんとおっかねえな。点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。うん、そうですよね。まあ、そしてこのバッターの一発にはしっかり警戒した方がいいですね。きっちりと見極めてボールです。ゲッツ無理だな。あー、まあまあまあ、しゃないしゃないしゃない。オッケー、次抑えよう。次誰、ご覧いただきましょう。よく取りました高城。ちなみに9番は下園、高城だな。高城で何とかしたいな。まず何を投げてくるか。変化球を見極めます。インコース低めのストライク、ナイスボール。手元で小さく変化しました。空振りです。ワンボールツーストライクです。今のミスった、今の高めに見せたかったな。どうしよう。打ちました。取った。よし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 。あー危ない。先制のチャンスがあったベイスターズです。いやーきついね横浜打線。小宮山さんどうでしょう、2イニング投げてみて両投手ともに無難な立ち上がりに見えるんですがいかがでしょう。まあ、そうですね、両投手ともに不安な部分であったんですがうまく抑えましたね。この調子で投手戦を期待したいですね。確かにその通りですね。全然振らねえ。内へのボール、いやいいボールだけどね。入りました。3ボール2ストライク打ちました。一塁送球、よし OK。 今日はねもう全もう雑談とか一切しないから、打順は真剣にね内容だけ求めていくから、じゃなくて結果だけ。先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。宇宙間に大きな打球、もうちょっとインコースだったんだよな理想は。バッターランナーは二塁到達。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。さあそして打席には松本が入っています。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、ここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですね。見送ります。さあ3球目は何か、よしいぞ。ワンボールツーストライクです。よし、三振。ここは投げ勝ちました。いや待てよグリエル二塁です。抑えたらでかい。打たれたら1点入っちゃうな。梶谷の足だったら帰ってくるよね。今日絶対抑えないとダメだよ。ランナー貯めて筒香とかは嫌だ、危ない。初球は何から入ってくるか。甘い変化球になりましたがこれは入っています。改めてお聞きします、バッターボックスの、うわ打ちました。これはどうか、ワンバウンドヒットになりました。外野帰ろ。ちょっと待って、ハーミット嫌だ、ハーミットの嫌だ、ライトは嫌だ。だ誰かしら変えてくれ、岡とか。さあまず1球目インコース決まっています。これが2球目、うーん走りませんね。バッターよし抑えて3アウトチェンジです。ああ頑張ろう。まあまあまだ大丈夫大丈夫、点取られるのもしょうがない。
さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、この打席のポイントになりそうですね。2球目決まっています。ついはず様、低めの変化球は決まりません。打ちました。これはどうだ、よかったんじゃない今のは。よしよ、よし、いやー超怖えな横浜打線。ヒットを放っています。斉藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッターから遠いところ空振りになります。ノーボールツーストライク。打ちました。ファウルになります。落とそう。ここもファウルです。粘るね。次の球もストレートはあれですね。うん、なるほど。ライト方向を流す。うわ、結局誰のが。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。ここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。ゲッツー取りてえけどな、あんまりインコースも投げたくねえな。サードゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。これが1球目。これはどうだ、ラッキー、ショート取った、二塁アウト、一塁、ああよかった、今の運よかった。先ほどのプレーです。これいや、なんとかなってるっちゃなってるけどさ、いつまでも続かんぞこれは。この後の展開どのようなところがポイントになってきますか。そうですね、1球ごと打者の反応をしっかり観察して、どのボールどのコースを狙っているか理解しなければいけませんね。そのあたりの配球にも注目していきましょう。あ、入っちゃった、アウトコース打ちました。狙い通り、アウト、ワンアウト。いいよ。バッターボックスは9番下園。絶対抑え。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはファイターズが斉藤、ボール球、ベイスターズが三浦、この2人の投げ合いとなっています。フォーク打ちました。中島、よし、打順はトップに帰って。いやー全然梶谷がねちょっと抑えれる気しねえんだよね。今日抑えてるっけ、もうそれすら覚えてないけど。組み立てのポイントになってきそうですね。抑えてね、打たれてるわ。初球変化球空振りです。全然抑えれる気しない。やってて怖いのは梶谷、グリエルが怖いかな。まあ筒香も怖いけど、なんだろう、やりやすさみたいなのはある。まだいいコースだったんですけどね。インサイド落ちました。ファウルになります。振んねえかな、振ってくんねえかな。いいボールを投げ込みたいですね。なるほど、さあ何を選択、打ちました。いやー打つね。これで4試合連続のマルチヒット。2アウトランナー1塁。ここはうまく打ち返されてしまいました。外すぞ、外すぞ。勝ち越しのランナーを許しています。バッターボックスには松本、そして塁上には俊足の梶谷。ピッチャーとしてはランナーに彼がいると投げにくくなります、ね、すげえ投げにくい。やはりそうですか。ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、ボール成功です。いやもうしょうがない、やられた、いいようにやられた。この場面でここさえを決められてしまいました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。外の球打った、切れました、ファウル。フェアならば勝ち越しかというところ。インサイド打った、よし、よし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 。これが先ほどの。だいたいあれですね、番長と同じような成績だね。配球表をご覧いただいています。今日はストレート。打席には3番バッター、グリエル。ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。うん、そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。もう一球同じコース、今度は低めに、もうちょっと低めに、よし、あっという間にツーストライクです。
ボール球でいいよ。もう一球見せよう。ボール球でいい。インコース、これは外れます。頼むぞ頼むぞ。打ちました。さあどうだ。何やっても打れんな。いやまあシングルで済んだよ。ランナー置くと筒子怖えな。ここはしっかりと踏み込まれうまく打ち返されてしまい、一発あるからな。まあゲッツーとかあまり色気を出さずに。外から入りました。そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ファウルになります。一塁牽制、一塁はセーフ。ワンボールツーストライクです。振ってきませんか。うわ、ランナーはどうするでしょうか。よし、抜群。ワンアウトです。さあ一塁には勝ち越しのランナー、バッターは石川。まあ送るとしたら彼がきっちり決めてくれるでしょうね。さあランナーをどう走ってくんなよ。セーフ。次が2球目入れてきました。ノーボールツーストライクです。よし、空振りを取ります。ツーアウトになりました。6番バッターバルディリス。うわうわ、全然警戒しなかったもん今のところは。ここで盗塁を許して、いやしつこく入れるべきだったね。牽制分かってたんですけどね。アウトコースへいい球が来ました。ストライクを先行させていきます。このピンチ危ない、肝心なところで出るからな失投が。両投手の攻防が続いていますが、小宮山さん、いや本当に一歩も譲りませんね。そうですね、まあ、どっちもね、相手よりも先にマウンドを降りたくないという気持ちはやっぱピッチャー強いですからね。そうですよね、その意地を見せつけることができるんでしょうか。ここは落としてきました。惜しい。低めに持ってきましたがボールになります。ナイスボール。まず一つアウトを取りました。いいとこ投げてきますね。バッターボックスには代打のヒューマン。まあ小宮山さん、抑えます。ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。打ちました。この当たりはどうか。ナイバッチ。ワンアウトランナー一塁です。大事だね、ここを乗り切りたいね。さあここでベイスター。さあこの終盤一塁には勝ち越しのランナーです。バッターボックスには下園。1点が欲しい場面ですからランナー進めてくるんじゃないですか。もう一球外すぞ。なるほど、そうですか。ランナースタート、キャッチャーは二塁へ。よしよし、あーよかった、2ボールにするの勇気いるけどね。キャッチャーよく刺してくれましたね。ツーボールじゃない、今振ってたのかな。本当に助かりましたね。そうですね、低めの変化球カーブ打ちました。頼む。ゴロです。取った。よし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 、いや乗り切ったね。ここ投げ抜こう、投げ切ろう。1番に帰ります。バッター梶谷、前の打席はフォークをうまく打たれましたから今度はその使い方を考えたいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。失投だけはダメだよ、ホームラン持ってきるパワーあるからね。いいまっすぐですね。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。ファウルになります。きついな、何投げても打たれる気がするんだよな。流しました。これはいやすごい、これで3試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー送りバントだろ。次はここはうまく流されてしまいました。いいバッティングされましたね。
さあこの終盤で勝ち越しのランナーを背負います。しかもノーアウトです。バッターは1球目走んのキャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。この場面で盗塁を決められてしまいました。まあバッテリーもね警戒してたんでしょうけどね。3球目は何で来るか。落ちるボールです。絶対抑えたい。もう1球アウトローへ。これも見極められました。送りバントだ。左方向へ転がした。間に合わない。内野安打になった。松本今日の初ヒットがここで出ました。うまいね。うまいね。ランナーも出塁しています。まあ考えてないとこでやられるとね焦ってしまいますからね。交代谷本頑張れ。谷本すげえな、すげえな。いや助かったわ谷本ありがとうすごいね。ノーアウト1、3塁から抑えたのは。まあ結局試合負けちゃったけどね。80点上げていいかな今日は。今までがね悪かったからそれに比べたら良かったってのはあるけど、まあ結局ね谷本に救われた形だからね。はい、いやーなかなか強かったです。大変でしたね。ソフトバンク戦敗用。いやまあしんどい試合でしたね。難易度どうなった。上げてくれてもいいんだけどな。上がったらな、上がったら困るは困るけど。強いプラス、77。そっかちょっと低いね。うわーマー君すげえな。さすがに上がってくるな。当たり前のように大谷の名前が消えちゃったわ。 3.15 か。マー君超えだからね目標としては。さすがだね。まあ面白くなってきたんじゃない。接戦は接戦だよね。いやマー君なあ、あんまりなんかこう炎上して落ちるとも思えないんだよな。防御率上げるようなことないと思うんだよね。はい、ということで次の動画は、オールスター明けから撮っていきたいと思います。はい、オールスター呼ばれれば、オールスターも撮りたいんですけど、今んとこね、投票では入ってないんだよね。だから多分出れないかな。出れないと思います。個人成績もね、まあ悪くはないけど、防御率だけ見れば。ただまあ、勝敗の数がね、微妙なところだから、多分呼ばれないかな、オールスターは。はい。ということで、次はオールスター明け、撮りたいと思います。オールスター呼ばれれば、オールスター撮ります。はい、そんじゃ、終わります。バイバイ。